タイに行ってこうと思います。釣れた。今6時20分なんですけど、こんな早朝にいきなりピンポンが鳴って、朝飯を外に置いといてくれました。スタッフの人が早いな。朝多分これはコーヒーだな。トーストにソーセージとスクランブルエッグ、ハインツのケチャップじゃなくてこの唐辛子のチリソースのパックだ。いただきます。うん、ね、夜思ったより涼しかったな。たいもっと暑いかと思ったら全然クーラーつけないで寝れたわ。だから別にクーラー付きのホテル泊まんなくても大丈夫そうだな。普通に夜はクーラーなしで寝れそうだ。オレンジジュース、こっちのこういうオレンジジュース激甘なんだよな多分。うん、甘い。シロップレベル。ああ。この後何時か分かんないけど、あの昨日の PCR 検査の結果が電話でかかってきて、でそれが陰性だったら、ネガティブだったらチェックアウトできると。ただその後ね、5日後にね、もう一回 PCR 検査しなきゃいけないんだけど、じゃあね、今このスマホで使ってるんですけど、これあの Wi-Fi ないところだと今使えないんで、機内モードにしててね、機内モードにしないとね、すごい莫大にあのネット回線、ネット繋がっちゃってお金取られちゃうんで、請求が来ちゃうんで、これを普通に Wi-Fi ないところでも使えるようにするために、あの日本で、あの Amazon でこれを買ってきました。ベリーモバイルタイシム、タイシムね。これをこの iPhone に入れたら、普通に使えるようになるんで、で、これすごい一番、Amazon で買ったら一番安いんですよ。結構安いんですよね。こっちで買ったりするよりも。これ僕買ったのは45日間使える高速データ 4GB ってやつで、これが2170円でした。45日間。で、これじゃなくてもね、普通にの旅行者が使うような8日間のプリペイドシム、これであの2枚で849円、800円ちょっとみたいなやつもあるんで、もうそれもね、前使ったりとかしてました。はい。これがね、多分、あの、ポケット Wi-Fi とか借りれば全然安く済むんでね。毎回これ使ってます。じゃあちょっと開けて、この、SIM フリーの iPhone に入れます。この SIM フリーじゃなくちゃね、ダメですからね。もし、ドコモとか au とかのキャリアで買った iPhone は多分、SIM ロックされてるんで、キャリアに、SIM ロック解除してからね、もしやる人は使ってください。あ、やり方が書いてある。買ってきた。サウディカ。Yeah。ネガティブ。Ah, thank you。Happy。Bye bye, thank you。よかった。これで一旦自由の身になれるな。ちょっとこっからもともとSIMカード出すんですけど、ちょっとここにブスって刺してニュって出すあのクリップみたいなやつ忘れてきちゃいました、家に。ダメだ、これじゃ出せないわ。ちょっとフロントの人クリップ持ってないかな、貸してもらえないかな、行ってみよう。ついでにこの2回目の PCR 検査のことも聞こう。Do you have this? すぐ分かってくれた。あ、Thank you. Open cup. あ、ThisSecond piece, yeah. QR code? Yeah. Okay, thank you. しまった、またよくわかんないのにわかったふりしちゃった。多分、
この QR コードを読み取れた、とりあえずってことですね。よし、じゃあまず電源を落とす。で、この借りたクリップ、これをちょっとまっすぐにして、で、ここに差し込む。あ、出てきた。よし、これがね、元の SIM。 これをなくしたら終わりですからね、日本帰ってから。これをしっかりジップロックとかに入れて保管しとこう、日本帰るまで。で、こっちの AIS の中に入ってるこっちの SIM、 これを、おっとっと、取って、で、こうやって乗せて、形にはまるようになってるから。で、こうかな、穴が下になるようにして、もう一回入れる。よし、入った。で、もう一回電源つける。一応説明書がついてて、この SIM カードを移し替えるとかで、ね、文章でね、書いてあるんですよね。で、この後設定をやっていくとか。で、設定を開いて、で、モバイルデータ通信をタップします。モバイル通信だな、これだな。で、このモバイルデータ通信、これをオンにする。これで OK だそうです。これじゃちょっと怖いですけど、機内モードオフにしてみます。あ、でもこの文字が Stay Safe AIS になった。ちょっと Wi-Fi をオフにしてみます。怖いけど。あ、なんか来た。AIS から。わあ、普通に使える。Wi-Fi 繋がってなくても、しかもサクサクで。はい、これで無事に Wi-Fi がないとこでも使えるようになりました。この結構早かったっすね。結構サクサクと進んで、LTE 高速データ 4GB で、無料通話も100対バーツ分、ついてますね。はい。で、有効期限が45日間。で、データ通信も無制限なんですよね。だからいいっすね。全然ほんと、お得ですね。普通に、いろいろある中でも。で、さっきフロントの人に聞いた、昨日配られた、この PCR 検査の紙。で、この QR コード。僕陰性だったんで、これを多分読み取ってくれってことだったんで、ちょっと読み取ってみます。あ、なるほど。なんか PDF のデータで、この2回目の、PCR 検査をする場所の一覧と、あと電話番号が載ってるページに飛びましたね。だから多分これで自分で電話して、日にちを決めて、2回目の、PCR 検査 してねってことなんですね。だから別に場所は限定されてないですね。どこでもいいんですね。その都度、自分が旅行で行くところの近くのところを探して、行けばいいと。11ページもある。で、多分これ無料ですからね。あ、なんとなく分かってきた。本当、憶測だけど、本当に英語話せたらよかった。ややこしくなったな、本当に。こんなことな、コロナがなる前はさ、普通にさ、パスポートとさ、航空券あるだけでさ、好きに行けてさ、入れたんだよ。なんじゃ今これ、書類だらけでさ、いろいろ用意してお金払って普通よりで、こんな検査何回もしてね、こんな未来来ると思わなかったわ。ほんと旅行好きな人には大打撃の世界だよね。もっとね、若いうちにもっと旅行行けるうちにもっと旅行行ってかよかった、海外旅行。こんなに海外旅行行けなくなると思わなかったわ。ややこしくなって。ああ。まあいいや。ちょっともうちょっとでチェックアウトだから、準備しよう。くれ。はい、チェックアウト。ワディカー。01ค่ะ。ขอบคุณค่ะ。バイバイ。バイバイ。Thank you。あ、こんなとこだったんだ。ขอบคุณค่ะ。ワディカー。Yeah, walk. Walking, walking. Lift, Ashok, line 7. Yeah, 7. Lift, Ashok, line 7. ああ、OK, OK. Thank you。親切、いろいろ教えてくれた。うわ、シャバに出た。こんなとこだったんだ。へえ。へえ。みんな陽気だわ、ほんと。いやー、来た。
やっとこうタイ来たって感じするわ。意外と暑くないな。もっと暑いのかと思ったけど、こんなもんか。今ね、1月から3月の、11月から2月か3月ぐらいまでは寒気って言って、あんまり雨がね降らない時期だからね、旅行に向いてる時期なんですよね今。でさっきSIM入れ替えたからね、外でもスマホ使えるってこれいいわ。でちなみにね、タイに来てからあの iPhone のカメラで撮影でシャッター音がなくなりました。これ日本とかね、あの盗撮大国の日本は絶対シャッター音を消せないんですけども、海外行くと消えるんですよね。あと韓国もねシャッター音出ちゃうけど。マッサージ屋さんだ、安っ。やっぱ日本でねこうやって撮影するときはね、やっぱ周りの人がね俺の言葉の意味わかるからちょっと声ちっちゃくなっちゃうけど、ここだともう本当に周りから見ても何てかわかんないって思われて、何てかわかんないしね、大声で喋れていいわ。海外は本当に恥ずかしさがなくなる。でこの後ちょっとね、ナショナルスタジアムっていう駅まで、駅の方までちょっとね、こっからね歩いていこうと思います。歩いて1時間ぐらいなんでね、まあ、そこまで遠くないんで、ちょっとじゃあ歩きます。天気いいわ。みんなマジですごいわ。めちゃくちゃこんな愛想いいんだな、こんなフレンドリーなんだタイ人って。みんなめちゃくちゃ本当微笑みの国って言われてるだけあるわ。いろいろ屋台はいっぱいあるな。普通にね、海外ってこうやって大人のおもちゃとか路上で売ってますからね。たまたま通ったらナプラザ、ナナプラザがありました。これはね、ほんとゴーゴーバーがたくさん入ってるね、ほんと女の子遊びする夜のゴーゴーバーいっぱい入ってるところみたいな感じなんですけど、ここもやっぱコロナの影響でか全然やってないっすね。夜はどうなんだ、夜もやっぱやってないのかな今だから。で僕ほんと毎回ね、ナナプラザ来たことあるんですけど、ほんとね僕情けないっていうか男らしくないっていうか、こんだけ俺5、6回ぐらいもうタイ来てるんですけど、1回もタイで女遊びしたことないですよね。そのゴーゴーバー行ってとか女の子と遊んでみたことないですよね。しかも俺酒すらもねタイ来て一滴も飲んでないっていうね。まあでもほんと気温とかね雰囲気が好きなんでね、僕タイの、はい、全然いいですけど、ちょっと1回ぐらい経験しとかなくちゃいけないのかな、こんだけタイ来てるならと思っちゃったりもするんですよね。すごい、エネドリもスムージーに入れるんだな、ヤクルトとか。焼き栗だ。ここら辺はいろいろ多いですからね、大型のショッピングモールが。でこれはビッグ C ね、ここもほんとでっかいビッグスーパーセンターって書いてますね。ここもほんとお土産とかね、いろいろ食べ物とかね、いろいろ安く売ってたりしていいんですよね、よく使えます。でそのビッグ C の隣にあるのがザ・マーケットってやつですね。前行った時はね、このザ・マーケットができた日にたまたま来てね。ああなんかドンキもドンペンもいるな、ドンキも入ってるんだろう。で反対側にあった伊勢丹はもう潰れちゃいましたね、なくなっちゃってる。なんか車少ないな、時間帯的な問題なのかな。でもここら辺歩いてる人も少ないっすね、やっぱコロナの影響なんすかね。でもみんなちゃんとマスクしてますね、タイ人は。ちょっとザ・マーケット行ってみるか。ドンペンのトゥクトゥクだ。ああここだ、ドンキ、どんどんドンキ。すげえ握り寿司、寿司握るとこがある。あの歌が流れてる、タイ語で。どんどんドンキーなんだ、ドンキホーテじゃねえんだ。本当日本と変わんないわ、あんま。
あ、他のフロアは全然やってないわ。ビッグシー行ってみよう。もう絶対検温ありますね、どこのショッピングモールに。ここにね、このでっかいスーパーみたいなところ、ここにお土産とか食べ物とか薬関係とかいっぱいあるんですよ。っていうかやっぱ人いな、全然いね。こことかやばかったのに、前人多すぎて。空いてるわ。すごいわ、ジュースがたくさん。こんな水色とか緑色のファンタなのかな、これないっすかね、日本には。お菓子もたくさん。これ人気のお土産の歯磨き粉ですね。日本で買うより全然安いんですよね、タイで買った方が。はい、10バーツ35円の歯磨き粉だけ買いました。空港で取られちゃったんで。ちょっとあそこにある両替所、結構冷凍いいらしいんで、ちょっと両替します。ここっすね、ザマーケット横の小道にあるスーパーリッチ。ちょっと行ってきます。はい、終わりました、両替。1万円両替して2860バーツになりました。まあよくわかんないけど多分冷凍いいんでしょう。はい、本当はこうやってね、日本円を現地で両替するよりも、あのカードで、カード持ってて海外キャッシングをした方がなんかいいらしいですね。その方がなんか金利も少なくてなんかいいみたいに、旅行慣れしてる友達は言ってました。現金たくさん持ち歩くのもね、怖いしね。俺今持ち歩いてるけど、結構あと支払いカード払いにしたりね。ガンダムだ。はい、サイアンパラゴンの中入りました。サイアンパラゴンの中結構人がいますね。フードコートだ。疲れて喉渇いたから、なんか飲もう。なんかジュース飲みたいな。ここなんだ、ミックスジュースかな。 コークモヒート1。はい、これがコークモヒートね。まあコーラとスプライト混ぜただけで175円だから、そんな別に普通ちゃ普通だけど、まあちょっとめちゃくちゃ喉渇いたんで、いただきます。いただきます。うん、うまっ。うん、あ、うまい。なんかハーブも効いてるわ、ミントも。やっぱ分かってるわ、暑い国は。喉渇いた時どういうの飲みたいか。よし、復活。さあ、やっと MBK まで着いた。疲れた。あ、タイもエトがあるんですね。トラだ、今年は。ここがね、ナショナルスタジアム駅で、このモニュメントも変わんないですね、このキャラクターのも。あ、でここにもドンキできたんだ。ちょっと MBK 入るか、じゃあ。人は少ないけど、お店はまあまあやってます。あ、でも何もなくなっちゃってるスペースもあるな、結構。あ、フードコート行こう。まずここでね、カードをお金払ってチャージして買います。いや、100バーツ。Thank you. ここか。はい、100バーツ入りました。350円ね。何食おっかな。顔漫画にしようかな。これにしよう。3。で、ここにあるスプーン取って、で、ここで消毒すると。これで消毒なってんのかな。ただのお湯にしか見えないけど。
これも取っていいんだ。文化。はい、カオマンガイの、茹でたやつとフライが乗ってるやつね。これで250-260円ぐらいですね。はい、じゃあいただきます。この辺かけつつ、うん、うまっ。いや、うまい。やっぱカオマンガイ好きだわ。なんか初めて来た時にね、そのカオマンガイ食べたりしてて、確かそれ癖になっちゃって、もう毎回食べたら最初はこれ食うようにしてますね。あ、うまっ。このスープもね、鶏ガラと生姜が効いててうまいんですよ、めっちゃ。あ、うまい。やっぱここはい、ごちそうさまでした。で、このカードの中にまだ25バーツ余って入ってるんで、これはカード返したらお金は返金されます。いいか。はい、25バーツ返ってきました。よし、じゃあもうお腹いっぱいになったし、今夜のホテルをちょっと探して予約してチェックインしよう。No, by the day. やばい、泊まるとこない。やべえ、どうしよう。It's no AC? No AC.